皆さんこんにちは。はい、とーゆうチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回は安定財務が魅力、クオ・カード優待おすすめ5銘柄ということで、大人気のクオ・カード優待の中で自己資本比率が90%以上と財務がものすごく安定している銘柄です。調べてみると結構たくさんありました。今回紹介する5銘柄はその中でも 配当,利配当利回りが高めといっても2%以上ですが安心してクオ・カードと配当金をもらえる銘柄です。ぜひ最後までご視聴ください。今回利回りの計算で使う株価は2021年8月6日金曜日の終値を使います。それでは早速2301の学上就職に関する情報を扱っています。 行動の企業説明会を開いたり、転職用のサイトを運営したりしています。事業内容は就職情報、その他となっています。売上が多いのは就職情報で全体の95%を占めています。最近の高値は3月22日の1667円です。現在は高値からマイナス47%、マイナス536円の1131円となっています。 8月6日に安値を更新して1131円となっていますそして会社予想の PER が14.2倍、PBR が1.5倍2つを掛け合わせたミックス係数は21.3倍です割安と言えます財務についてはものすごく安心できる状況で自己資本比率93.4%、流動比率1334%です 営業キャッシュフローマージン比率は優秀で12.4%となっています営業利益率が20.8%最終的な利益率が16.2%でとても良いと言える状況となっていますそして ROE が 8.6%ROA が 8%, が8と金を稼ぐ力は高いです配当金については権利確定が4月と10月です 前年の配当金は30円で配当成功が46%でした。今回の予想は3円プラスの33円で利回りが2.9%となっています。株主優待の権利確定は10月です。100株11万3100円でクオ・カードが500円分もらえます。優待利回りは0.4%です。100株以上で一律に500円分となります。 配当利回りの2.9%と優待利回り0.4%を合わせた総合利回りは3.3%となります。3593のホギメディカル、医療用の不織布でトップ級のシェアを誇ります。事業内容は、滅菌用品類、手術用品類、治療用品類、その他となっています。 売上げが多いのは手術用品類で全体の88%を占めています。最近の高値は7月15日の3,610円です。現在は高値からマイナス4%、マイナス140円の3,470円となっています。安値は2月26日の3,045円で、安値から見るとプラス14%、425円上がっている状況です。 そして会社予想の PER が21.6倍、PBR が1.1倍。二つを掛け合わせたミックス係数は23.8倍です。財務については、ものすごく安心できる状況で、自己資本比率90.8%、流動比率531%です。営業キャッシュフローマージン比率は優秀で18.8%となっています。営業利益率が15.8%。 最終的な利益率が13.6%でいい感じの状況となっていますそして ROE が 5.3%ROA、e、が4.8%とお金を稼ぐ力はバッチリです配当金については米国株のように年4回3月6月9月12月にもらえます 前年の配当金は4回の合計が68円で配当成功が41%でした。今回の予想は同額の68円で利回りが2%となっています。株主優待の権利確定は9月です。100株34万7000円でクオカードが1000円分もらえます。優待利回りは0.3%です。クオカードの代わりにカレンダーか千葉市の緑区にある ホ機美,美術館は大人が1,830円なのでクオ・カードよりもお得です。これら以外にオリジナルのマスクセットももらえます。3年以上の保有でオリジナルのマスクセットが小から大にランクアップします。配当利回りの2%と優待利回り0.3%を合わせた総合利回りは2.3%となります。 6419のマースグループホールディングスパチンコ店に向けた機器を扱っています。事業内容はアミューズメント関連、自動認識システム関連、ホテル関連となっています。売上が多いのはアミューズメント関連で全体の60%を占めています。利益率が高いのもアミューズメント関連で17%です。 最近の高値は3月19日の1823円です。現在は高値からマイナス7%、マイナス118円の1705円となっています。安値は2月1日の1511円で、安値から見るとプラス13%、194円上がっている状況です。 そして会社予想の PER が15.8倍、PBR が0.5倍。2つを掛け合わせたミックス係数は7.9倍です。とても割安と言えます。財務については、ものすごく安心できる状況で、自己資本比率90.4%、流動比率1074%です。営業キャッシュフローマージン比率は優秀で17.6%となっています。 営業利益率が7.7%、最終的な利益率が5.5%で悪くない状況となっています。そして ROE が1.5%、ROA が1.4%とお金を稼ぐ力は高くないです。配当金については権利確定が3月と9月です。前年の配当金は70円で配当成功が145%でした。 今回の予想は同額の70円で利回りが4.1%となっています。株主優待の権利確定は3月です。100株17万500円でクオカードが1000円分もらえます。優待利回りは0.6%です。ちなみに500株だとクオカードではなく3000円の地方特産品です。1000株だと5000円の地方特産品となります。 配当利回りの4.1%と優待利回り0.6%を合わせた総合利回りは4.7%となります。6654の富士電気工業、制御用の開閉機で高いシェアを誇るほか、電子機器関連も展開しています。事業内容は制御用開閉機、接続機器、表示等表示器電子応用機器、 仕入れ販売となっています売上が多いのは接続機器で全体の39%を占めています最近の高値は1月7日の1332円です現在は高値から -5%-59 円の1273円となっています安値は3月10日の1252円で安値から見るとプラス 2%21 円上がっている状況です そして会社予想の PER が39.8倍、PBR が0.7倍、2つを掛け合わせたミックス係数は27.9倍です。財務については、ものすごく安心できる状況で、自己資本比率92.6%、誘導比率1047%です。営業キャッシュフローマージン比率は優秀で18%となっています。 営業利益率が7.9%最終的な利益率が5.6%で悪くない状況となっていますそして ROE が 2%ROA が1.9%と金を稼ぐ力は高くないです配当金については権利確定が1月と7月です前年の配当金は32円で配当成功が89%でした今回の予想は同額の32円で利回りが2.5%となっています 株の集体の権利確定は1月と7月です。100株12万7300円でクオカードが1000円分もらえます。ゆったい利回りは0.8%です。500円が年2回で合計1000円です。3年以上の継続保有だと1000円が年2回で合計2000円になります。500株だともらえる額がアップしますが、利回りで考えると100株の保有がベストです。 配当利回りの2.5%と優待利回り0.8%を合わせた総合利回りは3.3%となります。長期保有の場合は優待利回りが1.6%で、総合利回りが4.1%となります。6730のアクセル、主にパチンコ機に使う描画表示や音源用の大規模集積回路 LSI を扱っています。 工場を持たない会社、ファブレスメーカーとして有名です。事業内容は LSI 開発販売関連、新規事業関連となっています。売上が多いのは LSI 開発販売関連で全体の97%を占めています。利益率が高いのも LSI 開発販売関連で19%です。 最近の高値は5月7日の1,109円です。現在は高値からマイナス31%、マイナス265円の844円となっています。安値は1月4日の681円で、安値から見るとプラス24%、163円上がっている状況です。そして会社予想の PER が20.7倍。 PBR が0.9倍、2つを掛け合わせたミックス係数は18.6倍です。割安と言えます。財務については、ものすごく安心できる状況で、自己資本比率91.4%、流動比率1138%です。営業キャッシュフローマージン比率は悪くなくて4.2%となっています。 営業利益率が6%、最終的な利益率が7.4%で悪くない状況となっています。そして ROE が6.8%、ROA が6.2%とお金を稼ぐ力はバッチリです。配当金については権利確定が3月と9月です。が最近9月は無配です。前年の配当金は31円で配当成功が50%でした。 今回の予想は10円マイナスの21円で利回りが2.5%となっています。株の集体の権利確定は3月です。100株84,400円でクオーカードが500円分もらえます。有体利回りは0.6%です。1年以上の継続保有が条件です。100株以上で一律の代用となっています。 ただし500株を5年以上保有した場合は2500円アップの3000円になります。配当利回りの2.5%と優待利回り0.6%合わせた総合利回りは3.1%となります。それでは今回はクオカードがもらえる株の集体銘柄のうち自己資本比率が90%以上の学上、ホギメディカル、マースグループホールディングス、 富士電気工業アクセルを紹介しました。今回の動画は以上です。バイバイ。